ご報告申し上げます。魔王軍は全ての拠点を放棄、全兵力でもって我が本陣に攻め込んでまいりました。聖騎士が奮戦しておりますが、押し切られるのも時間の問題です。王大尉、捨て身の作戦に出たか。伝令を、直ちに前線の兵を呼び戻し、魔王軍を背後からつける。こちらも総攻撃をかける。挟み撃ちにして殲滅してくれる。天佑は我が王にある。覚悟するがいい、妖魔の女王よ。剣王王大尉の娘グエンドリンがその見印をいただく。私を妖魔と呼ぶか。浅ましくも高顔な魔王の娘。援軍が間に合ったようだ。待っていたぞ、魔法使い。陛下、遅れて面目次第もあります。さあ来い、竜よ、忠実なベリアルよ。試してみます。我らの勝利を前にしても、お前がそんな口を聞けるものか。
お喜びください、オーダイン様。敵は次々と退却していきます。決着がついたようだ。ブリガンの部隊に残党を殲滅するように申し付けろ。我が軍の一兵卒に至るまで勝利を伝えよ。角笛を鳴らせ。勝ち時をありようとな。さあ行け。オーダイン様。そうだ、これだ。魔力の結晶炉、コルドロン。長らく妖精どもの手にあった。光を放つ様をついにこのオーダインのものとなった。どのような戦いにもこの力があれば勝利できよう。ありごとだ。なんということじゃ。光が、炉の火が消えてしもうた。お父様は、王はいずこに。王は結晶炉の前におられます。怪しい者、こんなところで何をしている。愚かな戦いが繰り返される。やはりコルドロンは最悪の源。これ以上結晶炉コルドロンは使わせません。お前たちに、妖精の女王にも。